アニャーセヨーナインです。以前の動画ご視聴いただきましたか？はい、本当にお待たせしましたっていう感じなんですけれども、以前の続きで今日はアートメイクについてお見せしたいと思います。前回の動画を見てない方は合わせてチェックしていただきたいんですが、私がすごい信頼している先生のところに眉毛のアートメイクとアイラインのアートメイク、さらにはワックスを受けてきました。でワックスについては以前の動画でご紹介してまして、今日はその続きのアートメイクについてねお見せしたいと思うんですけど、まず私アートメイクは眉毛を本当にもう何年も前、5年ぐらい前かなに韓国の皮膚科でなんかたまたまサービスで受けられるよっていうことでやったんですね。でそれがまだ薄く残ってたんですよ。今回私が行くアートメイクのところは、私のね本当に眉毛がゼロの友達とかも連れて行ってるし、私の YouTube でも何度かご紹介させていただいてて、私的にもう韓国でナンバーワンで上手いって私が本当に信頼している先生なの。だから前ね、視聴者さんでなんか他の方の動画を見て行ったアートメイクのところですごい失敗しちゃったんだって。でなんかさ、韓国にわざわざ来てさ、こう綺麗になるために来てるのに失敗しちゃうって本当になんか残念な思いをされたんだなって思って、ぜひねそんな方におすすめしたいし、私的に本当にその先生がナンバーワンっていうぐらい超信頼しているの。何度も言っちゃうけど本当になんか一本一本超綺麗に描いてくれるし、リアル眉毛になれるし、あとは韓国の芸能人の方 TWICE だったりとか、あとモデルの方とかも行っている場所で、とにかく技術が素晴らしいのよ。で私はなんか眉毛だけをやるつもりだったんですけれども、アイラインもやるといいよっていうことで、私のイメージだとね、アイラインは私ちょっとなんか慎重になってて、あまり分厚く入れたくなかったの。あとなんか基本黒でしか入れられないと思ってたから、目ってさこう締めカラーの黒にしちゃうと結構ちっちゃく見えちゃうの。だからなんか私はそこもちょっとこう慎重になっている部分だったのね。なんだけどアイラインはすごーく細く、ほんと粘膜だけに入れられるのと、なんとねブラウンで入れられるんだって。他のところはわからないけど、この先生はブラウンで入れられるんだよって言って、細く薄くブラウンで上下しかも入れてくれたの。全然わかんないでしょ。今私アイラインはほんと目尻しか描いてないんだけど、もう今ね化粧いらずなのよ。本当にもう下地だけで過ごしちゃうぐらい化粧いらずで、アイラインにアートメイク入れた感全然ないでしょ。下のまぶたに入れるとまつげがパサパサ、こう毛量が多く見えるの。だからよりはっきりとした、自然なんだけどはっきりとした目元を演出できるんですね。で眉毛は、そう眉毛の話に戻るんですけど、私はその除去しないといけないと思ってたの、レーザーで。だけれどもその除去、レーザーで除去すると結構時間がかかるのと、その苦労するよって言われて、その1回じゃ消えないし、中にはやっぱ水ぶくれになっちゃう方もいるから、ちょっと状態見させてっていうことで受ける前にね、私は状態を見てもらいました。そしたらその上からそのまま入れるのに全然大丈夫って言われたので、私は以前のものをそのまま残したまま上から入れてもらいました。今ねもう1ヶ月と2週間経っているんですけれども、眉毛はこんな感じです。まだねリタッチは受けてないんだけど、本当はね受けに行かないといけないんだけど、眉毛めちゃめちゃ綺麗じゃない？自然でしょ。目はこんな感じで、今アイラインは目尻しか引いてないです。超自然でわからないでしょう。はい、ということで今日はそんな様子をお見せしたいと思います。口中にない。これからアートメイクに行ってきます。最後に眉毛の形を収めときます。あとアイラインもやってもらうので、こちらも収めておきます。楽しみー。バイバーイ。이게완전생눈썹 반영하기전생눈썹인데옛날에했던반영구흔적이남아있고요그리고눈썹이눈썹이너무좋아요좋은데앞머리가좀얇아요앞머리가좀얇아그래서앞머리굵기를조금더약간은약간위아래좀굵기조절을좀하고눈썹정리해서꼬리도한요정도좀해서해결할것같아요정리한번해볼게요아치러갈수있어요보여요네보여요오른쪽왼쪽이다르죠전혀달라요지금여기는정리만한상태예요어예뻐짠애프터보이죠네 전혀다르네비포와
그리고중간보다는눈썹앞머리가더두꺼워야되거든요두껍거나같거나근데앞머리가얇고귀가너무높아지고다가이렇게돼있죠어그래서그렇지않게제가모양을정리하고트와이스왔던거예요라면이랑모모오모짱이오그래요모모피셜다해줘아지금정리만해놨는데네나머지달라오진짜달라오예뻐오예뻐 일반적으로여자분들눈썹은이번에 5cm 이거든요5cm 그럼얼굴이좀큰사람들은 5.3 막이렇게되는데 5cm 정도로이렇게해서양쪽에길이사이즈를재고외털이없는부분을한올한올 3D 입체적이어보이도록한올한올터치해서세미아치디자인으로해볼게요여기도앞머리가여기위쪽이좀숱이없거든요리프팅브라우리프팅이렇게앞머리세워서결을살려서하는그런눈썹디자인으로잡고해보겠습니다네시작할게요부족한부분이앞머리있죠그리고중간에서부터끝부분여기가좀털이없죠네그래서여기도한올한올한올 3D 타입으로아이라인은요즘에는블랙도있지만원래블랙을가장많이하지만브라운으로브라운브라운으로너무눈이예뻐요이렇게속눈썹사이사이아주얇은브라운으로위아래언더까지이렇게아주얇게할게요こんな感じで一本一本すごく丁寧に本物の毛のように描いてくれます。描いた後はこんな感じで色をのせて、めっちゃ綺麗じゃない？本当に綺麗すぎる。この工程を繰り返していきます。すごい、どんどん綺麗になっていく。앞머리리프팅그쵸네이거맞죠앞머리리프팅이렇게해보셨어요보이죠네근데문질러도털이있어요신기해네이렇게문질러도요즘한국에서도유행하는눈썹트렌드는이렇게앞머리가털이있는것처럼리프팅이요즘많이봤었잖아요한올한올살면서진짜자연스러워요 지금 바르는 크림은 일주일간 하루 종일 이렇게 발라주는 크림은 건조해지거든요 그래서 이렇게 예쁘게 섞인 것 같아요 너무 예쁘다 네왁스진짜좋은것같아요진짜요진짜그래요여기지금저도이미봤어요제가인중이랑빨간것도금방가라앉아요이왁스는이게피셜전용이에요완전민감성전용으로가져온거예요그래서진짜믿고그냥막써도돼요얼굴어디도다アイラインは麻酔があんまり効いてなくて結構痛かったので涙っていう感じでした。너무예뻐진짜너무예뻐요그죠뭐엄청부을거라고생각하고
다크 브라운도? 지금 아이라인 진해 보이잖아요. 네. 진짜 일주일 뒤에 브라운 느낌으로 나서 진짜 은은할 거예요. 진한 느낌이 아니에요. こんな感じで本当に綺麗に仕上がって大大大大大満足でした。本当に綺麗。くちゅうにない。おはようございます。眉毛とアイラインのアートメイクをして、翌日ですね、プラス1日目なんですけど、すごい目が腫れてます。ということで朝起きてまだ洗顔もしてないんですけど、結構目が腫れちゃったので今急いで動画を撮ってます。アイラインは腫れる人腫れない人いるよって言ってて、昨日まではね平気だったんだけど、今日朝起きたらすっごい腫れてて、なんか泣き晴らした後みたいな感じになっちゃいました。ちょっと急いで冷やしたいと思います。はい、今日が施術して2日目になります。眉毛が少し薄くなってきたような感じがします。特に痛みとかはないです。でもまだちょっと濃い感じがあります。朝起きたら少しだけ腫れてる感じはあったんですけど、でも昨日ほどではなかったです。はい、4日目になります。この日は美容院に行ったんですけれども、メイクをした状態でこんな感じです。まだちょっと濃いかなっていう感じですね。はい、9日目メイクした状態はこんな感じで、もう1週間も経てばかなり自然になります。はい、ということでいかがでしたでしょうか。予約は先生のインスタグラムでできるのと、私のインスタのハイライトにもアートメイクの情報がまとまってますので、そちらもチェックしていただければと思います。ぜひフォローもお願いします。で、先生はですね、基本的に日本語ができないので通訳さんとかもいないんですけど、パパ語で十分って言ってました。なので基本的にね、結構私の視聴者さんで行かれた方は翻訳機を使って行かれてます。料金とかに関しては先生のインスタグラムの方で DM で問い合わせていただきたいんですけど、だいたいね、眉毛が30万ウォンぐらいだったかなって思います。ということでね、今日は本当にこんないいお店を知ってるのは私しかいないと思う。もう自信を持って私がおすすめできるところになりますので、ぜひね、予約の時は私の YouTube を見たって言っていただければ、まあ院長先生はいつも丁寧な方ではあるんですけど、より気を使ってやってくださるかなって思います。ということで、私もねちょっと今忙しくてリタッチを受けに行けてないんですけれども、そろそろ受けに行きたいなって思います。これからも綺麗になる情報とか韓国の情報をたくさん配信していきますので、ぜひまだな方はチャンネル登録と高評価ボタン、インスタもフォローお願いします。クランウリンターメンマンだよ。アニョー。